レナト・アウグストこと、レナト・ソアレス・ジオリベイラ・アウグストは、ブラジル・リオデジャネーロ市出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、北京国安所属。ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。ヘナト・アウグストと表記されることもある。CR フラメンゴの下部組織出身で、2005年に CR、2007年には、イタリアの US チッタ・ディパレルモに、 遺跡間近と報道された。2008年夏、衰えの見えるベルントシュナイダーの代役として、バイエルレバー空前に遺跡した。2008から09シーズンは、遺跡初年度ながら33試合に出場し、2得点、8アシストを記録した。国内リーグは9位と振るわなかったものの、DFB ポカールでは、準優勝した。2012年12月、出場機会を求めて、 コリンチャンスに完全移籍した。2015年は全国選手権制覇に貢献。ゴールデンボール、シルバーボール、クラックショーなどトロフィーを総なめにした。2016年、中国サッカースーパーリーグの北京国安へ完全移籍した。報道によれば、北京国安が支払う金額は800万ユーロ。そのうち400万ユーロがコリンチャンスに 320万ユーロがレバー空前に渡ることになるという。2017年11月、クラブとの契約を2021年まで延長した。ブラジル代表としては、ユース代表時代には2005年の U-17 世界選手権で準優勝を経験し、U-20 代表にも選ばれていた。2016年、 リオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 ブラジル代表に負傷で代表チームから離脱したドグラス・コスタに代わってオーバーエイジで招集された。全試合に出場し金メダルに貢献した。2016年からはブラジルを離れ実力の劣る中国リーグでプレーしているが実地監督の指揮する A 代表の主力に定着している。 2018年2月に6月の 2018FIFA ワールドカップのブラジル代表メンバーの23名のうち15名がチッチ監督によって発表され、アウグストもそのメンバーに含まれていた。リオデジャネイロオリンピック表彰式にてフラメンゴ、コリンチャンス U-23 ブラジル代表。ありがとうございます。